文明というのが広がっていった、で私たちはその恩恵を受けたわけですよね、その影の部分としてこういう状況、何の話をしましょうか。何の話を聞きましょうかね。何を聞いてください。わからんけ。何かね、聞いてくれたんだ。ゆえじのバリカンがあるんよ。バリカンよ。え、そうやって火つけんすか。うん、ガスで。ちょっと、待ちが分かるよ。うん、ライターがどこで分かる。ちょっとそれ、もう一回やってもらっていいですか。うん、もうちょっとアップで撮りたい。何が今の。はい、こういう女です。ひげついとるからな。うん、こうやろ。あ、そっちも止まっちゃう。タバコの火、火つけようか、ほんまに。うん、いや、うん、みたい。火つけますよ。これね、仕事中にこうやる。お客さん使えたらこっちからの方がいいから。ライターやとるより早いで。え、もうこれ卵ついてるから。あ、ついてないやん。ついてない。僕のあげます。いや、僕の粘土と容器あるよ。そんな粘土で買ってしな。お客さん仕様だろ。お客さん話ちょっと仕掛けて、そんで仕掛けたここで。と一服します。昔のバリカンが